代表的な爆発反応装甲、コンタクト1を装着したジョージア軍の T-72 爆発反応装甲は反応装甲の一種である。戦車などの補助装甲として使用される装甲板で2枚の後半の間に爆発性の物質を挟んだ構造をしている。具体的には爆発反応装甲に敵弾が命中すると爆発反応装甲が爆発して浮き上がり、 敵弾の爆発が分散され、戦車の本体の装甲には傷がつく程度にダメージを下げる。そのため、この装甲を備えた戦車の周囲に立っている味方の兵士を死傷させるなど問題点が指摘されている。金属製の箱の底に薄いシート状の爆薬が設置された構造になっており、被弾時に砲弾や成型作薬弾がもたらす圧力に反応して、 爆薬が起爆して、表面側の金属板を高速で吹き飛ばし、側面から弾頭に衝突することで、メタルジェットの形成を阻害し、戦車本来の装甲の内部への貫徹を防ぐ。この構造上、戦車の傾斜走行などに対して30度程度の角度で着弾した際に、最も効果を発揮し、垂直に当たった場合にはほぼ効果を得られない。 爆発反応走行のコンセプトを考案したのは、ドイツ人研究者マンフレート・ヘルト博士で、ドイツにおいて1970年に特許を取得した。最初に実用化したのは、イスラエルであった。1973年の第4次中東戦争にて、エジプト軍の使用したソ連製対戦車ミサイルにより甚大な被害を受けた、イスラエル気候部隊は、その後開発の始まった。 国産戦車メルカバにスペースドアーマーなどの対策を盛り込むとともに、マガフやショットなど、すでに運用中の戦車における対策として、ブレイザーと呼ばれる爆発反応走行モジュールの開発を進めた。爆発反応走行の理論や実験での効果はすでに示されていたものの、実用化には様々な条件が必要とされ、開発は難航した。 ようやく1982年のレバノンへの軍事行動において実戦使用され、シリア軍や PLO の対戦車ミサイルや RPG-7 に対する有効性が実証された。その後シリアを通じて捕獲サンプルを入手したソ連や技術提供を受けたアメリカ合衆国でも同様のものが実用化された。爆発反応装甲はその構造上、 成形作薬弾を二つ取り付けたタンデム弾頭のモノやアプフスズに対しては効果を期待できないとされているが、ロシア連邦のコンタクト5やウクライナのニージュなど新世代のものは、一層目を感度の低いヒート用、二層目を感度の高いアプフスズ用とすることでこれを解決している。爆発反応装甲はその構造上、作動時には大量の爆風や金属破片を周囲に、 撒き散らし、追犯する、味方不評を殺傷するという非常に好ましくない特性を持ち、また、守るべき車両の走行にも強いプレッシャーを与える。現代では、旧東側諸国の装備する T-55、T-64、T-72、T-80、T-90 などに多く装備され、他にもアメリカ合衆国の M48、 M60 系列、フランスの AMX-30 といった戦後第二世代戦車の近代改修用として追加されている。一方で、本家イスラエルではガリラヤの平和作戦以降はアプフスズなどの運動エネルギー弾にも有効なスペースドアーマーや複合装甲に主眼が映っており、あまり使用されなくなっている。m 6 0 a 1に、 ブレーザーを装着したイスラエル国防軍のマガフロク、エラバイチを装着したポーランド軍の PT-91 トファルドイ、イスラエルフランスチェコスロバキアスロバキアポーランドソビエト、連邦、ロシアウクライナ中国。ありがとうございます。